小原恵沙夫は、地方競馬の岩手県競馬組合、水沢競馬場所属の元騎手、現長教師。勝負服の服飾はドアを、白一文字。岩手県江沙市市出身。2010年11月29日、水沢競馬場で行われたレースで通算4000勝を達成、地方競馬の現役騎手で4番目となる快挙であり、2005年に小林敏彦にられるまでは、 年間204勝という記録を持っていた。ここ数年は小林と村上忍の両騎手とリーディング争いをしている。菅原の代表的な騎乗馬に統計2世や明星オペラ、あるいは東方エンペラーが挙げられる。明星オペラとのコンビでは統一 GI のマイルチャンピオンシップ南部杯をレコード、勝ちし、岩手競馬所属騎手初の統一 GI ジョッキーとなり、さらには、 JRA の GI である、フェブラリーステイクスを制し、地方競馬の騎手で、初めてのジョギー・ジョッキーとなった。また、同馬も成し遂げられなかった、東京大商店制覇を、今度は、東方エンペラーで達成。2002年と2008年に、ワールドスーパージョッキーズシリーズへの出場を果たしており、名実ともに、地方競馬を代表する騎手の一人である。ありがとうございます。